しも呪いが解けている方がいたとしたら。やめろ、その手の類でもしも話とかすんの。中にいるのは誰？リンはどこだ？なんでそんなことをした？僕がイスズを嫌っていることを分かってたのに。俺がもし好きすぎてぐちゃぐちゃに踏み潰してやりたくなるんだよ。アキトが生まれたその日から男として育てられてきた。あの人がそう決めた。何してる！離れろ！アキトにとっては今も大きな存在の一人。誰よりも君を思う。